よしこちゃん、おはよう。おはよう。すがすがしい朝ね、二人とも。けれど、闇に慣れた目には、いささか眩しいわ。よしこちゃんは相変わらずずら。って、どうしたの？制服泥だらけずら。それに、ところどころすりむいてる。何があったの？別に、大したことはないわ。近所の子供が蹴ったボールが顔に当たって、よろけた拍子に縁石に足を引っ掛けて転んだだけよ。ご愁傷さまずら。動きだいぶ合うようになってきたね。いっぱい練習したもんね。はあ、ちょっとは疲れた。一旦休憩を入れましょう。皆さん、水分補給を忘れずに。よしこ、なかなか来ないわね。提出するはずの課題を忘れたから、それを終わらせてから来るんだっけ？忘れたというか、課題のプリントは3枚だったんだけど、手違いでよしこちゃんにだけ3枚目が配られてなかったらしいずら。え？そんなことってあるの？というか、それってよしこちゃんが悪いわけじゃないよね。免除してもらえたりしないの？さすがにそれはないんじゃないかな。理不尽。先に行けって言われたから来ちゃったけど、待ってればよかったずら。よしこちゃん、ちょっと落ち込んでるみたい。朝もひどい目にあったらしいし。言われてみれば、よしこちゃんにだけやたらトラブルが起こることあるよね。本人は受け流してるように見えるけど、やっぱり気にしてるのかな。待たせたわね、みんな。ラテンシヨハネの降臨よ。噂をすれば。課題お疲れ様でした。ずいぶんかかったようですが、難しかったのですか？ううん、ただシャーペンの芯がなくなったり、代わりの鉛筆が折れたり、消しゴムかけた勢いでプリントが破れたりして、なかなか進まなかっただけ。オーマイガー。よしこちゃん、よしこちゃんは自分で自分を占ったりしないの？え？今日は良くないことが起きるかもって分かれば、それを回避するための作戦立てたりとかできるんじゃないかなって。そんな簡単にはいかないわよ。私はそのタチの悪い天使が邪魔してうまく占えないの。そうなの？でも試しにやってみたら、もしかしたらすっごくハッピーな占い結果が出ちゃうかもよ。今日はセブンアイテムズは持ってきてないの？大いなる運命のアルカナを持ってきてあるけど。そうね、やってみるわ。我が運命を示したまえ。これだ！うわ、どんなのが出た？塔の逆位置、崩壊の前兆、終わらない最悪。崩壊ってことは壊れちゃうんだよね。何か落としたりぶつけたりして壊さないように気をつければいいんじゃないかな。このタイミングでこの引きはある意味才能ですわね。お？雨の予報なんて出てなかったのに。なんで？ひゃー、びしょびしょずらー。皆さん、早く校舎の中へ。喉痛い。昨日はあのまま解散。結局練習には参加できなくて、今日も熱で学校休み。崩壊っていうのは昨日の天気と私の体調のことだったのかしら。終わらない最悪か。そんなの今さら言われなくても分かってるわよ。打点の時、希望は全部神のもとに捨ておいてきたんだから。何？お母さん？お母さんではないズラ。お邪魔します。ルディ？ズラ丸？なんで？どうしたの？風邪って聞いてお見舞いに来たの。具合どう？このくらいなんともないわよ。
私を誰だと思ってるの。だね。はいはい、ヨハネ様、無理しちゃダメズラ。あのね、ゼリー買ってきたの。食欲なくても食べやすいかと思って。みかんと桃とぶどうとナタデココヨーグルトとマンゴーと。多くない？それとこれもみんなから預かってきたズラ。厄除けお守り、四つ葉のクローバーのしおり、招き猫のぬいぐるみ、七福神ストラップ、お札、てい鉄、このモフモフのやつと輪っかのやつは？モフモフしてるのはウサギさんの足。ああ、本物じゃないよ。輪っかの方は悪夢から守ってくれるお守りだって。もしかしてこれ全部魔除けやラッキーアイテム？その通り。これだけあればどこから災厄が襲ってこようとも福の神たちの鉄壁が跳ね返してくれるズラ。よしこちゃんの引いた塔のカード、悪い意味がたくさんあるけど、ずっと不幸なわけじゃ絶対ないと思うの。だから元気出して。うん、ありがとう。前言撤回。どうやら希望を捨て切ったわけじゃなかったみたい。じゃなきゃこんなに心配してくれる友達はできないわよね。ゼリーもらっていい？二人もよければ一緒に食べましょう。え、いいよいいよ、よしこちゃんに買ってきたんだからよしこちゃんが食べなよ。こんなに食べきれないわよ。それにズラ丸はもう食べる気満々みたいだけど。ちゅる、歯をよだれが勝手に。じゃあいただきます。このゼリー今プレゼントキャンペーン中らしくて、蓋の裏に当たりって書いてあると商品券がもらえるんだって。へえ。じゃあせーのって一斉に開けてみる？いいわよ。いくよ、せーの。あにゃ、外れずら。ルビーも、残念。よしこちゃん当たった。